このアフリカにいる野生チンパンジーっていうのは体調が悪くなるとこうあのとこう薬を飲むってことが分かったんですね。もちろんその薬といってもその野生の薬草なんですが、この猿が飲む薬草が人間にとっても新薬発見の手がかりになるかもしれないという今日は特集なんです。場所はアフリカのこの部分を拡大したのがこの全体のゾーンになるんですが、タンザニアのこちらにタンガニーカ湖という細長い湖があります。でそのほとりにキゴマという町があるんですが、その町の南側一帯はマハレ山海国立公園と呼びます。ここの周辺での取材です。見てください。チンパンジーの行動には全て意味があります。それはあまりにも人に近く、それでいて人以上に感情の豊かな行動なのです。人は猿の社会を観察することによって自分たちの社会を見つめ直してきました。そして今猿に学び、人が反省する時代なのです。学ぶことの多いチンパンジー社会からの最新報告、人はまた一つ猿から学ぶことになるのです。東アフリカタンザニアの首都からチンパンジーの住む楽園へと向かう旅。およそ1000キロのサバンナの道を3日かけて走り抜けます。この道は多くの探検家によって切り開かれた道、そしてその同じ道を多くの奴隷が歩かされ運ばれていったのです。キゴマの港から船に乗り換え15時間、南北600キロに及ぶ巨大なタンガニーカ湖を南下します。このチンパンジーの森に京都大学の霊長類研究者が初めて足を踏み入れてから早30年、今なお文部省の援助によりチンパンジーの観察が続けられています。先生、これはどういう作業になるわけですか？うん、今チンパンジーを追って糞を拾いますね。それを拾ってから1グラムずつを、こうやって瓶に、詰めて、でホーマリンで固定して、記録しておくと、持って帰ってその観察した個体の、健康状態を調べることができるんですね。12月から3月まで続く雨季の間はチンパンジーが最も健康を害しやすい季節。観察する側も注意を払います。この近くにこの木の上のツルにはイロンボがいっぱいなってるから、おいしいもの見つけたみたいな声してるな。仲間の呼ぶ声にみんな集まってきました。この季節は森の食料が限られているため、群れはバラバラに分かれて行動し、一頭が食料を見つけると大声でみんなに知らせます。観察中、奇妙な糞を見つけました。アフリカンショウガの、繊維が多くて葉っぱを中心にして食べてるかもしれないですね。これは葉っぱが多いってことは、さっきほどあっちで見たやつは別の食べ物の種が入ってたから、本体からちょっとはぐれてるようで後ろからついてくるみたいですね。前方をヨタヨタと歩く一頭を発見。グエクロという名のチンパンジーでした。各チンパンジーには研究者によってそれぞれ名前が付けられ、細かく観察されています。
先生、これベッドですか？そうですね、今ベッドを作ったところですね。こんな時間、9時56分ですから、もうこんな頑丈なベッドを作ってまた寝るというのがちょっと異常ですね。で、今日はなんかすごいひどい咳が続いてて、もうずっと沖入ってから風邪ひいてるような感じで、きっと弱ってると思うんですね。チンパンジーの薬草ではないかと言われているアスピリア。体調の悪いチンパンジーは朝ベッドから起きるとこの葉を噛まずに飲み込むというのです。果たしてグエクロはこの薬草を口にするでしょうか。日の出とともにチンパンジーは目を覚まします。いました、昨日のグエクロです。周囲を伺いながら今手にしているのがアスピリアの葉。世界で初めてカメラが捉えた薬草を飲み込むチンパンジーです。最初はそのチンパンジーが何を食べてるかということを知るために糞を集めたんですね。で、毎日それを集めたものを洗って何が出てくるか見るんですね。で、その中から完全な葉っぱの形で物が出てきたんですね。で、よくよく見るとそれはアスピリアという植物ということが分かったんですね。で、普通の葉っぱはもういっぱいこうたくさん取ってそのまま噛むんですね。どん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 噛んでそれで飲み込むと。このアスピリアの場合は葉っぱを植物についたまま口をそれを丸めて葉っぱを中に入れるんですね。で、唇で締めて破っちゃうんですね。だから枝についてる部分の少しが残るようになってるんですね。そしてこの植物もチンパンジーの薬草と思われるベルノニア。マイケルさんたちの観察によると、まだこの他にも20種類に及ぶ植物が薬草ではないかと考えられています。マイケルさんはそれらの葉や茎を採集して京都大学へ送りました。タンザニアの森から届いた薬草がここで分析されています。植物の葉や茎にどのような薬理成分が含まれているかを調べます。人の社会にも利用可能な新薬の成分まで検出されました。ベルノニアからは寄生虫駆除に効果を表すステロイド配糖体と青眼活性を持ったセスキテルペンが検出されたのです。がんに対する新薬の開発が進む中、人はまた新たな可能性を見つけたのです。一方、丸ごと飲み込んだアスピリアからはチアルグリン A という菌を減らす物質が検出されました。チンパンジーはお腹の中の寄生虫駆除のために利用していたのです。
野生のチンパンジーは医者にかかることができない分、食べ物によって健康維持を図っていました。まさに医食同源を実践していたわけです。このチンパンジーがベルノニアミダリナを使ったというのは、これは先ほどのアスピリアの予防的な使い方に対して、どちらかというとこちらは治療的な使い方であったかということで、予防薬と治療薬というように使い分けてるというとあれですけれども、そういう2つの例ではないかなということになろうかと思います。熱帯雨林というのは多様な生物が相互に影響を及ぼしながら成り立っているという、そういう森でありますけれども、ですから森の中には当然、その多様な植物があって、まだその中には有用性とか分かってない植物っていうのがおそらくあるんではないかと。例えばそういう意味で医薬ですね、医薬的に使えるとか農薬的に使える可能性、そういうようなもので、またこれから見出されるものが期待できるんではないかなと。森を保護しながら同時にそういうものを利用していくということが今後の課題だろうと、そういうふうに思います。何食べてます？まだちょっとわからない。鶴の葉っぱだと思いますけどね。何？また新たな植物を発見。今チンパンジーが食べたのがそれなんですね。うん、この上の部分ですね。まあ、柔らかいものだからちょっとつまんでじゃないですかね。名もない植物。でもどんな可能性が秘められているか誰にも想像はつきません。この国立公園の全ては昔から完全な森ではなくて、かなり農業もやったんですね。だけどたった20年の間ですね、随分森が回復されてですね、だからどこでも遅くはないんですね。保護してしまえば回復するし、それによって今のチンパンジーがこんなに幸せに暮らせる理由なんですね。チンパンジーに学ぶ新薬探し、まだまだ可能性を秘めています。クエクロというチンパンジーがね、アスピリアの葉っぱを噛まずにこう噛まれないで飲んでたでしょ、後で出てきました。その含まれているチアルブリン A っていうのは噛んじゃうと消滅しちゃうんです。知ってるんですよチンパンジーは。それを誰が教えたの？お母さんかしら、やっぱり人間が一番だなと思っちゃ大間違いだね。